またティは、X ウィンドウシステム用のウィンドウマネージャで、GNOME2 では、標準のウィンドウマネージャだった。GTK2 で書かれており、GNOME なしで使うこともできる。GNOME3 からは、GNOME の標準ウィンドウマネージャは無駄になった。レッドハットのハボックペニントンによって開発され、2001年にバージョン2.3として初リリースされた。 大人のための退屈なウィンドウマネージャーと作者が説明しているようにシンプルで余計な機能がない。カスタマイズをしない人の使用を想定し、デフォルトの状態で最も使いやすいように設計されている。GNOME2.2 からソーフィッシュにとって代わり標準ウィンドウマネージャーとなったため、GNOME プロジェクトの一部となったが、GNOME とは独立に利用することもできる。 ライセンスは GPL である。GNOME の標準ウィンドウマネージャーとしては、それ以前のものに比べ設定項目が非常に少なく、標準とすることには、異論もあった。またシティを肯定する意見としては、GNOME は、エンライトゥンメントやソーフィッシュのようなたくさんの設定項目を必要としないようなコンピュータユーザーをターゲットとしているからであると言える。否定する意見としては、 ユニックスアプリケーションにおける操作性と柔軟性の良さがないと言える。なお、柔軟性の欠如を解決するためのアドオンも開発された。ありがとうございます。